皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。本日の動画はですね、先日行われました任天堂の2023年3月期の決算説明会のお話となっております。昨年度の売上や利益、活動がどんな結果を結んだのかみたいなところの説明を見ていくことで、任天堂が丸裸になります。これを見れば任天堂の新ハードはいつぐらいにやってくるのか、そして今後控えているゲームソフトにはどんなラインナップがあるのか、などなど様々なことが丸分かりになります。ごめん、ちょっと言い過ぎたかもしれない。でも概ね結構予想できるところもあるかと思いますので、ぜひお付き合いください。決算の話っていうのはなんとなく眠たくなるような話が多いんですけれども、皆さんが興味の湧くところだけうまくピックアップしてお話ししていこうかなと思います。2023年3月期っていうのは、まあ、言い換えると2022年度なんですよね。資料の中では任天堂は2023年3月期と表記していますので、そのように読んでいきます。まあ言ってしまえば去年の売り上げってことです。はい、ではですね、まずはじゃあ去年、昨年度は任天堂どうだったんですか、調子はっていうところを見ていきましょう。売上が1兆6016億円、営業利益が5043億円。すごすぎるだろ。いや、だからもう、桁がでかすぎて、それがいいのか悪いのか全くわかりません。ということで、その前の年と比べてみましょうか。売上が 5.5% 減少しております。営業利益に関しては 14.9% 減少しております。すなわち、減収減益ですね。任天堂は営業利益率が非常に高いんですけれども、利益率 31.5%、 これもその前の年に比べると 3.5% ほどマイナスとなっております。売上の 45.6% がハードの売上なんだそうです。すなわち、まあ、その大半が任天堂スイッチだと思います。じゃあ任天堂スイッチの売上台数はどうだったんですかっていう話なんですが、スイッチの売上台数は1年間で1797万台となっております。これは昨年に比べるとマイナス 22.1% です。当初の予想も2100万台の売り上げとしておりましたので、昨年から比べてもマイナスですし、計画よりもマイナスというようなイメージになるかと思います。これを見るとですね、任天堂とうとう下火になったかと。任天堂スイッチはとうとうこうなっていく、もう下がっていく一方だって思うかもしれませんが、一回落ち着いてください。あ、落ち着いてない、取り乱してるのは俺だけ。というわけでね、冷静にやりましょう。これ実はスイッチも任天堂も絶好調ですよ。売上予想よりも販売台数下回ってるのに絶好調って、そんなわけあるかいって思うかもしれませんけれども、そもそもですね、任天堂の、まあ、昨年度の売上予想は1兆6000億円だったんですよ。そして営業利益の予想は5000億円でした。ほぼ計画通りですね。そもそも任天堂の売上が1兆超えてるうちはずっと絶好調ですね。10年ぐらいずっと遡って決算とか見続けると分かるんですけど、任天堂の売り上げが1兆超える時って本当に調子いい時だけなんですよ。それ以外の時は6000億とかそれぐらいなんですよね。2009年ぐらいに1兆8000億とか、まあ、2011年ぐらいだと1兆ギリギリとかってなってたりするんですけれども、その頃は多分 3DS 全盛期ぐらいのタイミングですかね。まあ、そういった任天堂なんですけれども、今年度2024年3月期はどういう計画、どういう予想になっているかというと、売上が1兆4500億円、営業利益が4500億円という形で、昨年度よりもさらに売上などは、下回っていく予想となっておりますが、それでも任天堂はまだまだ好調と。この予想はここ10年で見てもかなり高い水準だと思っていただいて結構です。ただし、この売上予想から見ると、ひょっとしたらなんですけども、任天堂の新ハードは、今年度の投入はないかなっていうのが見えるかもしれませんね。まあ、今年度もし新ハードを投入する計画がすでに立っているのであれば、まあ、売上や営業利益などはちょっと、もう少し、去年よりも、まあ、上がってくるよね、みたいな予想になるかもしれませんが、まあ、そういったところがですね、計画予想に反映されておりませんので、ない可能性があるかもしれません。海外のゲームメディアコタクの記事によりますと、投資家への財政見通しの説明の時に、新型スイッチやスイッチライト、OLED モデルなどの改良版は、今回の計画に織り込まれておりませんというふうに説明したそうです。で、ここから読み取れる可能性がいくつかあるんですよね。一つは、言葉の通りそのまんまです。今年度は新ハードは何もないよっていうことを示しているかもしれません。
ただし今年発表して来年度発売するっていうパターンはまだありえるかもしれません。もう一つの可能性としては、新ハード自体は否定していない、スイッチの改良版などなどは出ないけれども新ハード自体は出さないとは言っていない。まあ揚げ足取りみたいに聞こえちゃうかもしれませんけれども、でもこういう時の説明っていうのは慎重に言葉を選んでいくので、その可能性っていうのはまだ捨てきれないというところですね。そしてもう一つは、今回の見通しに金額を入れてないだけで今年発売する可能性は捨てきれていないということも考えられるかもしれません。まあ、新型ハードの発売がね、今年度になるか来年度になるか、まだどっちかわからない状態であれば見通しに入れるはずがないですよね。そういう意味での一言だったかもしれません。そしてさらに言うと、任天堂がここまで新型スイッチに対して説明をするということは、次回のハードは新型スイッチである可能性も高くなっているかもしれないということも言えるかもしれません。セクション、もう一度言いますよ。言葉尻をとっての揚げ足取りに聞こえる可能性もあるかもしれませんが、まあ、こういった説明会等に関しては言葉選びを慎重にしますので、言ってしまうとこういう捉え方もできなくはないかもしれないという可能性の一つとして、ただですね、まあ任天堂いずれにせよ新型ハードの投入に対しては非常に慎重だと思われますね。さっきも説明した通り、この10年ぐらい見返しても任天堂の業績すごく今良いんですけれども、それをね、任天堂の業績を大きく成長させているのは、まあ、間違いなくスイッチなんですよね。で、新型ハードを投入すると旧ハードは約1年から2年ぐらいで売り上げが大きく下がってしまうんです。それを 3DS の時に実証済みなんですよね。任天堂 3DS の年間の販売台数、これ2017年から19年までの3年間を見てます。2017年は任天堂 3DS がちょうど7年目なんだそうでして、任天堂スイッチが投入された年でもあるんですね。この年は 3DS まだまだ売れてたんですが、翌年翌々年と大きく売り上げを下げていきました。任天堂の計画としてはスイッチがありながらも 3DS は 3DS で販売していきたいという計画をもともと立てていました。なぜなら任天堂 3DS はリーズナブルでゲームのエントリー機としても最適ですし、スイッチが発売された7年目に突入するまでの間にたくさんのゲームソフトが発売されているので末永くいけるゲーム機だろうというふうに考えていたんだと思いますが、まあ、蓋を開けてみると2年程度で大きく売り上げが下がっていったわけですから、まあ、この結果がね、任天堂が計画していたものとどれぐらいこう乖離があるかっていうのは私たちには知る由もないところではありますけれども、もし新型ハードを投入するとスイッチの売り上げも同じように1年から2年程度で大きく下がっていってしまうっていうのはなんとなく見えてますよね。そう考えるとなかなか新型ハードの投入が難しそうではありますが、まあ、3DS の時もそれでも、まあ、7年目にして、まあ、新しいゲーム機が、まあ、その時は Wii U とかもあってからちょっと条件違うかもしれませんけれども、この 3DS の売り上げ減少がゲーム機自体が年月が経って古くなっていってしまったことによる減少なのか、新しいハードが出たことによる減少なのか、どう捉えるかっていうところによってどのタイミングでハードを投入するのかっていうのが変わってくるかもしれませんね。少なくとも1500万台スイッチを売ろうとしているタイミングで新型ハードを投入する可能性っていうのは確かに考えにくいかもしれませんよね。まあ、さらに言うと最近ゼルダ仕様のスイッチとか発売してるぐらいですからね。まあ、ただ任天堂としては、家庭に1台のスイッチから1人1台のスイッチというようなイメージでさらに、まあ、販売を広げていきたいというふうに考えているみたいです。このゼルダモデルのスイッチは買い増しあるいは買い替えの需要などを狙っているようです。まあ、でも1人1台っていうようなイメージの取り組みは任天堂はかなり前からやってましたけどね。スイッチライトはそれにあたる取り組みの中生まれた、ハードだと思いますけど、というようなところを見ていくとまだ新型ハードってだいぶ先なのかなってなんとなく感じちゃうかもしれませんけれども、いやゲームソフトのね、売り上げなどを見ていきましょうか。この辺を見ていくとまたちょっと違った考えが湧くかもしれません。ゲームソフトの売上本数が2億1396万本、去年に比べるとマイナス 9% なんですが、ハードの売上減少の割にはソフトの減少にはつながってないんですよね。既存のユーザーが楽しんでもらえるゲームソフトっていうのをしっかり発売できているっていうところが見えてきます。まあ、このようにあの去年発売されたゲームの売り上げもめちゃくちゃ好調なんですよね。スイッチスポーツとかもほとんど1000万本売れてますからね。
マリオストライカーズもかなり売れてたんですね。でそれだけではなくて、旧作のゲームたちも昨年度めちゃくちゃ売れてるんですよ。マリオカートだってまだ810万本売れてますからね。これ昨年度だけの売り上げですからね。カービィディスカバリーはその前の年に発売されたものですが、継続して高い売り上げを維持しております。そんな任天堂スイッチは年間のユーザー数が1億1400万人と年々ユーザー数が増えていってると。こうやって考えるとやっぱりですね、新型ハードやっぱり投入しづらいなって感じちゃいますよね。旧作がまだまだずっと売れてるわけですから。ただしですね、ちょっとただ別の考え方もあり得るんですよね。現在発表済みのゲームタイトルをちょっと見てみましょうか。はい、現在発表済みのタイトルこちらです。まもなく発売のゼルダに、7月発売のピクミン4、それ以外はエクスパンションパスや追加パスなどとなっております。一応サードパーティーのゲーム入れると桃鉄とかもあったりはするんですけれども、発表されてるゲームタイトルはかなり少ないです今。そうやって考えると、あ、じゃあもう間もなくたくさんのゲームソフトを発表してくるのかなっていう可能性もありえますし、そうではなくてマリオの新しいゲームやだいぶ前から発表されているメトロイドプライム4などは次のゲームハードに温存している可能性っていうのが見えてきますよね。正直これから発売されるゲームソフトがラインナップとしてないのであれば、ハードを新たに買う理由になりにくかったりしますから、任天堂のゲームソフト計画っていうのは非常に綿密に計画立てられてると思います。毎年、各月ごとに大きなゲームタイトルが発売されておりましたが、今はこのような状況となっておりますので。でもさっきも言った通り、古いゲームソフトがまだスイッチで売れていて、まだスイッチも売りたいってなっている中で、新しいゲーム機出したらそれらもご破産になってしまう、じゃあどうするんですかっていう話なんですが、やっぱり新ハードはスイッチのパワーアップ版である可能性っていうのは非常に高いかなと思います。新しいハードを投入することでスイッチが下火になってしまうのであれば、いっそのことスイッチの延長線上のゲーム機を出したいと思うに違いありません。そうすれば過去作のゲームソフト作品なども継続して売れ続ける可能性が出てきますよね。まもなく発売されるゼルダや、これから発売されるピクミン、去年発売されて今なお人気のスプラトゥーン3など、新ハードに移行してゲームの人気自体が下火になるぐらいであれば、そのまま継続できるゲームハードの方がいいと思うかもしれませんし、新しいゲームハードによってそれらのゲームのパフォーマンスが上がったりするのであれば、既存のスイッチユーザーも新しいハードを買う理由になり得ますもんね。こんなこと言っちゃなんですけど、マリオの新しいやつとかメトロイドプライムあたりはもうかなり準備できてるんじゃないかなと思うんですよ。マリオなんかはね、マリオオデッセイの後からかなり時間が経っておりますから、それを今なお発表してこないっていうことはそういうことなんじゃなかろうかなとも思いますし、逆に今スイッチで出しますって発表しちゃったら、次の新しいハードがより遠のいちゃう感じですよね。もちろんスイッチ売りたいんだから新しいハード出すわけないじゃないかっていうところもあるかもしれませんけど、スイッチの売り上げが好調なうちに、要は任天堂に対して盛り上がりやいい印象を持っている段階で次のゲーム機を投入していかないと話題性っていうのは持続しないので、スイッチの売り上げがしっかり下がりきってから新しいハードを投入しますだとちょっと遅いんですよね、基本的に。それから考えるとやはりですね、今年の秋頃あたりにですね、新ハードを発表して来年度か今年のホリデーシーズンに発売っていうのもまだ考えられるんじゃないかなという気はしております。いや、でも今年発表で来年度発売っていうところか、可能性としては。正直、ゲームソフトこれだけのラインナップでも今年スイッチ走り切れちゃうよねっていうのはあるといえばあるんですよね。スイッチユーザーとしてはちょっと物足りなく感じちゃうかもしれませんけれども、そう、いや物足りないよね。でもね、スイッチユーザーを他にどういう手段で満足させるかっていうところはちょっとね、これからの発表次第で変わってくるかもしれないですね。次の任天堂ダイレクトをそれは待ちましょう。せや。ここに至るまでだいぶ長い話しちゃいましたけども、最後ですね、ちょっとその他の補足みたいなところをお話ししていきましょうか。任天堂のデジタル売上比率なんですが、48.2% です。しかしこれはデジタル版しか販売してないものやエキスパンションパスなども含んだ売上となっております。パッケージとの併売ソフトの場合、だいたいデジタル比率は 25% 程度のようです。グラフで記載されておりますね。そして、海外の売上比率なんですが、このようになっております。
なんだかんだでやっぱりそのアメリカが売り上げ非常に高いですよね。まあ人口の問題もあって日本よりもヨーロッパの方が売り上げ今高いんですね。まあ今って言いましたけど去年もヨーロッパの方が高かったです。でただその他が 8% とかになっていて、これを見るに任天堂にはまだまだそのビジネスチャンスがすごい多く残ってるんですよね。それは例えば中国とかあるいは中東とかにもまだまだ可能性があるのかもしれませんね。販売に対してなかなか規制が厳しい中国ですけれども、任天堂のゲームであればゲームに問題があって規制がかかる可能性というのは非常に低いですよね。まあそれ以外の理由で販売を禁止しているのであればちょっとどうにもならないかもしれませんけれど、まあでもスイッチは確か中国でも発売されてるはずなんで、なんでこういう売り上げになってるのかってなると、まあそういうことなんでしょうね。中国は自国の製品以外はあまり入れたがらない傾向が結構ありますからね。さあみたいな感じでですね、任天堂の決算説明会見てみました。なるべく簡潔に話そうと思ったんだけど、なんか結局だらだら喋っちゃってる部分があってなんか自分でも、なんか喋りすぎだなって思いながら反省しております。ここ最後まで見てくれた皆さんにちょっと質問があります。皆さん、任天堂の次のハードってどんなものになると思います？スイッチの延長線、まあ、スイッチのパワーアップ版なのか、あるいは全く別のゲーム機なのか、どっちになってくると思いますか？皆さんの予想をぜひお聞かせください。私はね、もともとはスイッチとは全然別なものを作るんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、今回の決算見てたら、ああやっぱりスイッチの延長線上のものを作ってくるかななんて今は思っております。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。ほんじゃあね。